じゃあ待ってな。じゃあ待ってくれて。もう一回死んでるから俺ここで。何もしてないから。さあフラヒョン始まりました。今日も、はい、やっていきましょう。うん、というわけで今回もですね、スイッチで遊ばして、任天堂スイッチ。で遊べるということで、はい、ゲームで遊びましょう。よっしゃ。さあ今日何やりますかということですけれども、大乱闘スマッシュブラザーズ。おお出たスマブラ。僕もう64止まりなんですよやっぱ。いやいやでも64と一緒やろ。全然違います。さっきちょっとね試しプレイ練習したけど、うん、まあ、誠二さんが俺はずっとやってきたっていう。誠二がだから僕の経験者。ずっとやってきたって言ったけど。2番目ぐらいに死んでました練習した年始に60時間以上ずっとやってキャラ出したいけど60時間多分それぐらいやらなら全キャラ出えへんね確か。あ、それでやって、ね、そう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 。でそこまでやり込んでる人やろ。ただ1個だけ言い訳していい、うん、コントローラーが違うのよ使ってる。あ、プロコン使ってる。プロコン使ってるから。いや、それはもうだってそんなん言ったら俺もう10年以上ぶりやからダイランだろうね。スマブラなんか俺も64のコントローラーしか無理やで、ね、あの真ん中にスティックついてる懐かしい懐かしい。確かにな、あの変な形じゃないですか。あの形じゃないと分かる持ち方も独特だな。なんかというわけで、まあ、今日はその、はい、スマブラやってみようということですけれども、じゃあどうする、ルールはどうしようか。だから5回死んだら終わりってことね。5回落ちたら終わりってことだろ、うん、で1位がだってステージがマリオパーティーもらえる。おそれや。奪い取り可能ね。奪い取り奪い取り可能ね。なるほどね。それおもろいな。だ一番いい、だってスマブラ経験者で、まあそうね、勝つ可能性一番高いから、まあ、俺はチャレンジャーみたいなもんよ。4位から1万5000円、3000円。やばいって、ほんま。いや、高いって。これ負けたい。いや、もう払わなあかんねん、俺。え?2万払わなあかんないってことや。5、3、2とかでいいけどな。いやいやいや、1万5000、3000行こう。行きます。今回ちょっとサムス行こう。足のやつ言ってくるキャラクター。メトロイドで。よし、俺ピカチュウします。あ、俺フォックス。俺じゃカービィ。カービィ、まあ、そうだったんよねさっき。いやいや、カービィあんま止まれへんかった。64の時とは違う。あ、そうなん。あ、そっか、永遠に止めたんだ。64なんかもっと止めたよ。じゃあ、行くわ。はい、うわ、ちっちゃい。誰には泣いたくないな。ほんま、マジで逃げるからな、俺は。イモリね。イモリやんや、俺。おー、くるくるくるやん。くるやん。お、なんか当たっちゃった。お、なんか出てるやん。やめて、やめて。まあ、ちょっと、ピッカリ。落ちてんで、落ちてんで、俺落ちてんで。俺、なんで止めてんの。なんで落ちたんだ。よーわ。よし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 。あ、いたいたいた、あ、いたいた。俺も2回目死んでるもしかしてないけどな。死んだことに気づいてない自分もおんねんけどこんな。あ、爆発。何これ爆弾、何これ爆弾、何これ。何か、てかどこ。こいつらがいない真ん中出てくるやつ。あ、ポケモンや。あれポケモン。この箱どうやって開けるの。ああ、あ、死んだ。あれ、あれ落ちた。あ、落ちた、落ちた。ステージなくなってるけど。むずくない。なんで急にステージ変わるの。ステージなくなってるけど。1万円1万円。やばい。全然強い。それガービィのそれ強い。いや、ロケットの中、ロケットどうやって出てるか分からへん。え、山村それどうやってるの。下溜めてる。あ、ちょっとガービィ食べるのはいいんだけど。あ、これ、あ、強っ。下強いやん。どうやって食べる。どうだよ。これね。え、俺じゃない。これね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 。うわ、ピカチュウ死んだよ。あ、いたいたいた。お、なんか銃。あ、死んだ。ちょっと待って、マジやばい。マジやばい。パビ、パビ飛んでる。パビ飛んでる。攻撃ボタンこれ。なんか俺火どこおるの。俺燃えてる。何これ。スター取ったみたいになってるけど。あ、痛い痛い痛い。誰だ今蹴った。誰今蹴った。フォックス誰。これ。あー、止まった。フォ、え、今どうなってるの。誰が。え、俺どこ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 。あれどこ、どこどこ。なんか痛い。俺どこおんの。死にすぎてない。
しかし。あ、カービィ頑張れ、頑張れ。どうやるの、どうやるの。カービィお前、どうやるの。どうやるの。え、だって言ったのか、教えて。え、それ教えて。そのボタンが分からへん。いや、ちょっと待って、教えてや。そのボタンが分からへん。え、どうやるの。違う、ずるいって、俺光ってる、これ絶対必殺はできるモードやん。できるな、それ。え、じゃあ教えてや。そのボタンが分からへんで、プロモじゃないし、俺。いやいやいや、自分やってたやん、前。ずるくらい、マジで。え、ちょっと待って、さっきやってたやん。俺何やってんの。ずるい。何やってんの。俺光ってたの。あか。俺もずっと光ってたけど。ちょっと待って。光ってたよ。俺何光ってたよな。あ、ちょっと待って。いや、必殺はできるモードやろ、あれ。あれはできるけど。いや、もう全然おもんないわ。ちょっと待って、全然おもんない。なんだこれ。あれ、なんか。どこでどうやって。え、ちょっとルール、みんなこれ、無理やって。もう自分がどこで死んでるかもわからんけどな。いや、それ自分がどこに死んでるか分からんねん。いや、分からん。このてか、自分がどこにおるかが分からん。分からへん。強いね。あっ、からへん。めっちゃ待ってよ。1万確定してるよ、俺も。この、ため落ちって強い。え、これどういうレベルだと思った。俺、5000円。あ、じゃあ、レジか。絶対無理やん。おー、とった。やんだ強い。え、だ、何今のおったちょっと待って、なんかチートみたいなことしてる。チート。チーター？ちょっと待って。いやいやいや。うわっ、ナイス。いやいやいや。いや、もう絶対無理やって。よし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 。あのボール取った方がいいです。はいよ。あのボールのとこで A をした方がいい。ほら。はめ。はめいけ。はめいけ。はい、だ。いい。うわ、自分はその必殺を使ったらマジ切れるからさっき俺に教えへんかった。前回のあれといい全部全然教えてくれへんやん。いや、ほんま何もそれで負けたらやばいから。それも3枚ついてるんだこれ。確かに3枚あった。ほらステージだな。なんか投げただけで何が起きてるか分かれ。なんか出てきたね。あれ強いな、あれ強いね。あああやった。シャウンやって。これはちょっとそう。これむずいわ。むずすぎやって。これちょっとむずすぎだね。メトロイド何してたん。メトロイドどこおったん。どこおったん。フォックスとメトロイドはなんか。ガチャちっちゃすぎてさ。てかやっぱドンキ良かったんじゃないだから。確かに。ドンキ。でかい方がなんかちっちゃくてどこ行ったか。どこ行ったか分からんかった。メトロイドもジャンプしてるだけで終わったから。たまに出るミサイルもどうやって出してるかわからんから。なんか出たっていうのも2回目出されへんから。どのボタンが効いてるんかもわからんから。そうやで。じゃあキャラをどうするかやな。キャラをどうする。いや、俺ちょっとね、さっき出たクッパにしようかな思ってね。いいっすか。おい、これなんかおさらか。おさらだ。クッパで行っちゃっていいよ俺。じゃあ違うんですか。ちょっとさ、ちょっと初めちょっとそれぞれね、その場所とどまってさ、こういう技ね、こういうやつやる。確認ね。確かに。そんな。それかもう全員ハテナでいこうよ。あ、全員ハテナでしょ。そうしよう、そうしよう。あ、それがいい、それがいい。あ、ランダムね、何があったろうが。それがいいな。それ。フォックスは A プラス。え？フォックスは A プラス、確か。強いキャラ使ってたやん、ほんなら。強いキャラ、カービィ、来い、カービィ。いくで。1番がいく。押すで。これ押した。もう押してるよ。あ、押してる。これ。あ、そういうこと。あ、まだ分からんねん、これじゃあ。じゃあ、誰かっていうのかな。プラスじゃない。プラスさあ、行きましょうか。本番。ちょっと本番です。うわ、俺サムスや。クッパー。サムス。ちょっと待って、ちょっと一瞬待って。あ、落ちた。ちょっと待ってくれて。もう一回死んでるから、俺ここで。何もしてないから。何もしてないけど。ちょっと待って、もう練習さ、落ちる。ちょっと待って、ほんまに待って、落ちるって。こうして、こう。じゃあ、何これ。もうやろう。何これ。どうやろう。え、どういうこと。はい、これ。俺どれ今。ガードすな、ガード。あー、クッパ強っ。ちょっと待って。ちょっと、落ちる。どうやって飛ぶの。うわ、どうやって飛ぶの。ちょっと待って、教えてもらったけど、あんま変わらんねんけど。確かに。いや、むずいやろ、やっぱちょっと腰使ったことないか、分からへん。あれ、なんかクッパが動かしてる。ミサイル出せるやん、強っ。これ取れ。
濡れるな。どういうこと？あ、そういうこと。え、濡れてないやん。ちょっとルール知ってるやろ。ちょっと待って。絶対ルール知ってる。これ知らんわ。嘘やろ。これちょっと待ってや、ルール知ってるやん。絶対罰って何よ。罰って何よ。また落ちた。罰ってなんだこれな。いや絶対いやいや分からんことないよこれはな。めっちゃ嘘つくやん。ほんまやらしいな。60時間やって分からんわないやろこれな。だって何とかお前知ってんだよお前マジで。ちょっと待って、俺も死んだ。違うねんって。俺もう分かんか。避けろって。何を避けんのこれな。何避けんの。これ爆弾やろ。爆弾すな。危ないで。爆発。あかん。あ、いけた。避けた避けた。俺避けた。いやー避けた。バツってなんだ。これバツってな。ちょっと待って、誠治さっきからずっと丸やねんけど。分かれへん。マジムカつく。ずっと丸やんけ。分かれへんもん。いや分かれへんわ。いや分かれへん。嘘やろ。ほんまや。それはずっと丸、ずっと丸やねん。何何。これ強、これ強、これ強いやん。これあ飛んだ。え、これ強。アピールってこと。動きまくれってことや。これ動くやん。動いたんやろこれ。ちょっと待って、アピールしたのにあかんかったけど。お、なんか、いや、やばい、やばい、それやばいの、俺、やばいの、やばいの、やばいの、すごいことやってよ。光ってんね、3P。 いいことやね。あ、でも、足だ。あれ、なんで強い、強い、強い。あ、足。え、ちょっと待って。あ、落ちた。あ、落ちた、これ砕くのやって。何を、何を。ロブロックちゃう。何がおもろいねこのゲーム。生きてるよ。生きてるよ俺。生きてるよ。ちょっと待って。ごめん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 。生きてるよ。ちょっと待って待って。ほんま、これ絶対、これ死んだらあかんやつや俺。ちょっと待って、そのさ、道具使うのもずるいって毎回自分だけ。道具って何よ。いや、ずっと一人だけ道具使ってるの。いや、使ってないって。いや、使ってるやん。あれ違う、出てきてるやつ全部に 1P ってなってんのよ。れあれ俺か。あれ俺まだ生きてるやん。あいた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 。あら、ちょっと待ってくれや。あら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 。あいちゃん、え、ちょっと待って。違うで、これはもう敗因はあるから。ないないない。まず、まずで、あ、それ言えば言って。これ、ちょっと、これ、ちょっと、ちょっと、よっしゃ。めっちゃ強いやつ。よっしゃ。レイレイレイ。あ、サービス。これなんだこれ。分かる。あ、もううざいうざい。これなんだ。ああ。どういうことどういうこと。なんか触ってる。それ使うんだってやそれ。いや使わん。どうやって使わんっけ。え、どうやって使わんっけこれ。ずっと蹴ってる。おお。ずっと蹴ってる。使われたね。使われたね。いや俺使った俺使った。あまつ。コンビだって。え、どうやって使った今。B。AX うわ、死んだ死んだ。いい勝負、めっちゃいい勝負。 X? X? どっちがどっちか分かれ。ちょっと待って、これ使いたい、これ使いたい。いやー、死ぬ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 。どこ、あんがどこ行った。なんかいっぱいおるよ。何、どういうこと。リプレイって誰。あー、あ、誰かと思った。勝ったー。え、勝ったんかい。勝ったかも分かれへんのよ、もう。勝ったんかい。勝ったかも分からんし。いや、分からん分からん。わからん。じゃあこれ絶対最後のアイテムなんじゃない。実質俺最下位ちゃうから。お前最下位。なんやの。どういうこと。練習で1回俺死んでるから。違う違う。3回負けてる。3回負けてるから。初めの練習やでって言って、ギュッて言って、そのまま落ちてるから。ギュッて、このまま落ちてるから。練習できんかったってこと。あ、違う。練習。だから始まって。ああ、そういうことね。最初、パンチボタンとかやろうと思って、そのままこんな下落ちたから、こうやって。それは自分が悪いよ。あ、確かに。その後、クッパになんか、パイルドライバーで一緒に落とされたから、しかも。一緒にね。自爆みたいな。いやいや、でも顔すぎるわ。ちょっと待ってくれ。動画にはなってないけどさ、カズキ3回負けてんだよ。さすがに。さすがに。これほんまさすがにやけ、さすがにやわ。ほんまに。さすがに。さすがによ。そうね。これはちょっと。これはもうちょっと。ちょっと待ってくれ。1万円やな。いや、2万もでかいってマジで。2万でかいって。いや、これちょ待って、これ親もう60時間やるわ俺。いや、これ60時間コンでやりたいな。うん、ちょっとじゃ出直してくるか。出直してこらな、これちょっと60時間の人でも2か全部2位3位最近やってる。3位2位1位は1回それで問題やけど。それはそれで問題やろ。はい、というわけで、以上フライオンでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。